ながら殴ろ。祠の神様、どうかこの祠を壊したら武将髭の君多分死ぬねって言ってくれるおじさんが来てくれますように。さあ殴るぞ。よしよし。壊れたわ。あの祠壊しちゃったの。これじゃもうダメだね。君多分死ぬ。来たー、 UR 来たー、祠のおじさん来たー。マジで、え、マジ、おい、祠のおじさんですか。壊しました僕。君はもう死ぬけどさ、ベソベソ書きながら何もせず膝抱えて死ぬか、バケモンに一矢報いて死ぬかは選べるよ。どうする。会えただけで光栄ですけど、でもせっかくだったら一矢報いたいかな。祠のおじさんやったー。そうこなくちゃ。やったー、祠のおじさんだー。みんな見たか、ツイッターのやつら。お前ら祠壊しまくっていろんなおじいさんたちに迷惑かけてるみたいだけど、祠のおじさんを出したのは五が一等賞だよ。イエーイ、残念無念、ざまん味噌汁、いいきびだんご、わーいわーい、祠のおじさんに会っちゃった。祠ガチャ大成功。さ、もう祠壊すの飽きたから帰ろうっと。この後サンゴは死んだ。祠の呪いを受けて死んだのだ。みんなも祠は容易に壊しちゃいけない。祠には神様が祀られているからだ。みんな祠は大事にしよう。じゃないとサンゴちゃんみたいなことになっちゃうよ。